お気を悪くさせてしまったのなら申し訳ありません。私は生来口下手なもので、来訪してすぐに帰ったとあっては志を共にする国同士、外聞がよろしくないでしょう。今しばらく静寂な時を楽しんだ後、お開きにしようかと思うのですが、いかがです？会見中失礼。入るぞ、バイスカイト。外で聞き耳を立てていたんだがな、やけに静かなんで心配になった。すまんが邪魔させてもらうぞ。よう、あんたが三重士のエルミナ X か。俺は仮面の紳士ってもんだ。よろしくな。バイスハイトチェリンダ、恥を知りなさい。何がですって？選択すれば礼儀の一つも進化に教えぬと見える。デイドが知れるというものですね。ん？何を言わんとしているのか理解不能です。言いたいことがあるのならはっきり言ったらどうです？正体など知りたくもありませんが、この変態で礼儀知らずの輩がどうしたというのです？変態って、おま、キュラントロスさんは、この変態がバカなことを。あの人がこんな場所にいるはずがないでしょう。だよな。なるほど、理解しました。そういう意図で入室を許したわけですか。服装をよく似せたもので私を惑わせ、ユンガソルの情報を聞き出そうとした。案外浅はかなのですね、バイスハイト様は。まあいいじゃないか、表敬訪問なんだろう。もう少し互いに仲良くしたらどうだ。そうですね、警戒しすぎた私がバカに思えてきました。このような輩の言に従うのは尺ですが、表敬、しかし私から情報を聞き出そうとするのは諦めた方がいいでしょうね。あなたでは土台無理ですから。捕まつる。